2014年，年仅19岁的羽生结弦夺得索契冬奥会金牌，成为亚洲首位冬奥会男子单人滑冠军。同年又实现了奥运会、世锦赛、大奖赛总决赛的大满贯。2016年实现大奖赛总决赛四连冠。2018年平昌，他成为66年来第一位蝉联冬奥会男单冠军的花样滑冰选手。同时已打破了19次世界纪录的羽生结弦，还是短节目、自由滑和总成绩的世界纪录保持者。一生懸命、もともと本当に大事にしている言葉ですけれども。3月22日28日のストックホルムでのフィギュア世界選手権2021は無観客での開催が決まりました。ロシアのマスコミが世界選手権組織委員会のウルリク・モーリン会長の声明を引用して報じた。モーリン会長は予定では観客を動員せずリンク上の人数を制限して開催すると明らかにしている。1月28日国際スケート連盟は会議を催し、パンデミック下での世界選手権の開催の可能性について討議した結果、世界選手権は延期せず開催することが決まっている。ロシア代表は世界アンチドーピング機関によって国旗、国家など国のシンボルの使用を禁じられたため、五輪にも世界大会にも国を代表する形での出場はできない。ロシア人選手らはストックホルムの大会にはロシアフィギュアスケート連盟、略称フィギュアスケーティングロシアの旗印の下で出場する。